余り物には余り物にはおおまあまあまあ服があるっていうからね。おはようございます。いただきチャンネルがいもんでございます。ということで本日はやってまいりました、神奈川県にございますビッグパンドラ井戸ヶ谷店新館ということで、本日が9月30日ということで9月最終日、本当に苦しい苦しい9月ですね。万枚2回出して367,500円。今日2000円以内ぐらいでコンプリートできればまくれます。まくれたところでトントンなんですけど、はい、抽選番号20番でしたんでバレブレブいきますんで、朝一京都を引いてそこからコンプリート決めてっていうような流れしかないと思いますんで、もう本当に今日はコンプリートしかないんで、コンプリートできなかったら今月負けなんで、はい、こんなに追い込まれた最終日あります？まあでも逆に言うとコンプリートをすればワンチャンまくれるっていう可能性だけは残したとという感じでございますんで、ということで本日はよろしくお願いします。おはようございます、お願いします、ありがとうございます。お、じゃあ裏にお一人、おーマジパラコレ開いてる、ブーはブーはブーは、あ開いてる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 、一台だけ開いてるぜ。それではやってまいりましょう、バルブレイブでございます。今日はあの朝一1ゲーム目に京都を引いて、それでコンプリートさせないといけないという目標があるんで、引いてないです、京都を引いてないので、じゃああとはフリーズさせますか。もうそれぐらいの感じになっちゃいますよね、残念ながら。昨日悔しい思いしたからな、絶対あの最終的に積もったのに弾出なかったからさ、ほんと設定が何だろうが普通に3000枚4000枚一撃でいかれたりするから、いや2桁もあるか別に、速攻で引いたから0から300だね、さっき。早い、70ゲーム3000円、そしてあーちょっと待って早くない、あぶあー危ねー、弱地は当たんないから、1ゲーム早いって言うとこだったわ、マジで危なかった。これ当てれたら超でかいよ、これで当てられたら3000でしょ、これでコンプリートすればさ俺今月まくれるわ。当たんねえか、当てれねえのか、スイカ引いてこないか、スイカ引いてこないよね、ラストチャンス、2冊何もない、何もないでね、これ3人250ってことは100ゾーンということで、いや100、2桁まであるの、いやでも朝から衝撃的だったね、マジで。抽選終わって、まあオープニング取り終わって、あの周りの方とチェホヤされてたんですよ俺が。あの最後に写真撮ってくださいって言ってた方が、はいじゃあ写真撮りますね、ポトって上から鳩の糞が降ってきて、その人の携帯の前にボチョって、まあその人もでもね運がついたからっつって、そんなに気にしてなかったから良かったですけど、いやちょうど鳩が上にいたから危ねえなとか言ってたんだよね、そしたら本当に落ちてくると思わないやん。2枚目、いるとこかな、もう3枚目ね、3枚目いきますわ、はい、ほい、ライゾー行くぜ、そろそろ当てたい、あー当たったけど謎当たり。あれベチャベだった1ゲーム目、これ2ゲーム前だもんね、あじゃあこれ1ゲーム目だもんね、ベチャベっぽくね、ちゃんと見てなかった、完全に切り抜いてたわ、あうあいや、あれ決戦の後って絶対ボタン出るのよ、ボタン出なかったら引き戻しなのよ、これ引き戻すんじゃない、え終わったと最後ボタン出るよね、
これ一回 YouTube の動画で見たことあるんだけど、俺は実際経験したことなくて、これ多分引き戻すと思う。クソレア、マジでクソレアだと思う。初めて、あれ今押した俺最後。いや押してないよね。いや今押してないと思う普通に。大丈夫です。200ゾーンアキラ200発ゲーム16000、違う26000、27000になると思います。あ、15万役取った、当たりました。よし、15万役共通ベルだね。え、なんで。ちょっとこの決戦連は危ないですね。10万負けるパターンの時の展開だよこれ。悩ましいね。完全に下手だもんね。4分の3で外してるから。いやむしろさっきの入れたら6分の3、いや違う違う、 6分の5で外してる。2分1を爆速4枚目のチャンスです。5枚目ではがっくし。いやマジで何も起きなかった。すごいね、ロボットも出てこなかったよ。6枚目、7枚目、果たしてもお金がないんですけど。8枚目、えぐいてまして。こんなバルブレイブ初めて。いやよくあるわ。で俺が座ってめちゃめちゃ当たるのよ。 CZ もめちゃめちゃ軽いし、でもう V 揃いとかでめちゃめちゃ当たって、おい、あびっくりした。これあれです、天井なんですけど666みたいなやつ600、設定6みたいなやつなんですけど、これは全然設定6ではないです。ただ天井、びっくりした、めちゃめちゃフリーズしたんかと思った今一瞬。あびっくりした。ただ天井ですこれは。ただ一応666枚って書いてあるだけです。そうだね、ボラテンのこと俺忘れてたわ。おしゃべりに夢中だ。1503ゲームって書いてあったわ。あーていうか今の当たり方ずるいって、プーンってプーンって出てきたよ。あれはずるいって、フリーズしたと思うよ俺。マジでやったと思って、40万分の1来たと思ったもん。いやー厳しい。あはは、秒で終わった。ホールドない。わあ。やったー。マジで助かった。マジで助かったわこれは。ありがとうチェリー。弱チェでも十分ですよ。500引けばいいんだからね。800で。分岐800でいきましょう。おっと、到着か。どうでしょう、激弱は、激弱は。お、え、これでレア引いてなかったの、2チーの。まあ引いてんだよね。はい、残念。あ、え、緑だよ。ない、あ、いや、ある。じゃあ、多分強調の方ですね、これは。さらに、さらに、ああ惜しい。
ステージ。まだ666が出る可能性あるかもしれない。あ、でもぴったりだから多分次だな。ここです。最高最高このトライアングル。もうこうなっちゃってからしびれますね。それはスーパーやりました。7万4000 7万4000のスーパーだよ。そう100レアク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 ない。でもノラがある。あー惜しい。いやこれ完全にちょっと積もったかもから6あるかもしれないマジでこれあるな。あ、いやだって有利切ってねえんだぜ。もちろん当たり前だけど有利切ってねえんだよ。ただこちらの7万4000なんで。おいおいあ、京都飛べ。さすがにね、ここで連ドラしちゃったら俺ちょっともうやばいよ。6だと思っちゃうよそう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 、これでやっとミミズが否定される状態になったからこれね、ミミズじゃなかったんですよ。ただ朝から引きが弱かっただけなんですよ。バケ引いてバケ引いて CZ スルースルースルーアホかてマジで。どうした。おい危ねえ危ねえ。下パネが消えた。なあ出なかったわ。フジゼロって今みんなが待望してるのが分岐だから、全世界が待望してるよ。どうした？あぶーふいあぶねえ分岐がどうとか言っちゃうと機嫌悪くなっちゃうから、いや分岐じゃなくても俺やれるしってなるから。なるほどね、まあ、やっぱただの引き強だね今んとこね。お待ちになって、お待ちになって。12連ですか。159ゲーム千先松メダル。ハマった分ねしっかりと。良くないね。ここで革命モナス引いて1対1にするっていう予定だったんだけどね。
ぶれ、あぶれ、息伸びた。息伸びた。伸びた。生き残った。生き延びて生き延びて生き延びて生き残った。まあ言うて700枚ぐらい行かれたか。まずいね。本当にラッシュが俺単発かスーパーの二択なんだけど。なご、これ当たったわ。京都だけでした。239ゲーム。さっき。食先でございます。もしメダル。当たった。あの15万約1回しか引いてなかったのよ。でそれで緑に人が出てきたら、まあ暖かく暖かくレベルですね。イエーイイエーイ。1の4イエーイじゃねえんだわ。生き残った。サバイバルだからね決戦は。あ、今日も生き残っていこう。生き残った。生き残った。生き延びた。2連続。よし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 。音がないね。よし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 。これ1回クリアしたからもうスーパーってことじゃない？だって俺単発はスーパーなんだもん。1ゲーム早い。言っちゃった。完全に1ゲーム早かったわ。完全に1ゲーム早かった。厳しいか。532だけど、200ゾーンからなんでちょっと200から400だと思います。今日ツーベル。追い上げろ。革命ボーナス。あ、1位の5。
今日も生き延びるか、サバイバル3日目。もう5日目だわ5日中2回生き残ってるから。生き延びた、おお生き延びた。やっぱサバイバルの気持ちいかなきゃダメなのかもしれない、もしかしたらもうまあ生き残るゲームだからね。生き延びてるすごい、パワーなかった。余計なことするとまずダメなのよ、マジでマジで余計なことすると生き延びれない。そっちそっち取っていればどっちでもいいです。はい、まあでもね、最後じゃなくてもよかったよもうちょっと早めに来てくれれば俺はもっとね心静かだった。いやでも3連勝まさかの決戦、やったやいの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 言うてきましょう。いいぞいいぞ、生き延びてる。おお、ゼロ隠したー、ゼロ隠したー、やりましたー、2回目のスーパー、止め、飛ばない、よし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 、でかっでかっ。いやー、有利切りたいね、あと3000枚3000枚で有利切ります。だってこの時間で2回目って結構早めだからね、俺からしたら。もうだって1日1回しか引けないんだから、いつもスーパー予約いた。飛べ、マジで言ってんの、早いて。早いて、6だぜ。1回だけ助けてくんねえかな、もう今日これ以降なくてもいいんで1回だけ助けてほしい。なんとかならないよね、マジで最近引き戻しもしない。ということで、9枚目じゃないですか、トータルで言うと。さて、それでは店内状況を見ていきましょう。棒振り2400枚なんですけど、グラフがなんかめちゃめちゃいいっす。ああ、良さそうだけどね、モンキーターン。これ2000枚ちょっとですね。セイントセイヤ、5000枚オーバーですね。同じくセイントセイヤ、7200枚。これ乙女ですね。3000枚オーバー。トラブルが、これ一応2700枚持ってますね。昨日もなんか出てる、解説ついてるね。で、これが、ああ、今まさに5000枚超えてますね。はい、見せていく。あ、ありがとうございます。かぐや様が3000枚オーバーと5000枚オーバーと3000枚オーバー、これで言えばこれが3000枚オーバーですね。これ5000枚オーバー出てる後に多分3500枚出てるから、おそらく今もう9000、あ、もうまんま行くじゃん、あ、まんま行ってるわ今ちょうどまんま行ったとこですね。で、キングギドラも確定してるから、もう、あ、これ とんでもないっつってとんでもないです。おお、マジやばこれ白金ことエレオノールが終了画面に出てる、まんまに突破ですね。さすがだわ、
でこれが2000枚で今運命の JK 確定してて、でこれが3000枚オーバーで運命の JK 確定してると、今6200枚持ってます。これもう完全にでしょ、3000枚オーバーですね、やばいわ。シンフォギア、これが今4700枚手元に持ってますね、うん、ラスト380ゲーム持ってるよやばで、このバルブネームが、ドルシア6人 と、ビサイが出てる台で、で今ちょトントンぐらいですね、3000枚ぐらい出てるんですけど、であとこの台は今13連でドライブが2回ぐらい取ったかな、最低でも。でまだ多分有利切ってないと思うんで、これは全然あるんじゃないかな。まあで俺の台がね打てた台なんですけど、最初こそハマっちゃって、その後はなんかうまいこと揉めてる感じなんですけど、まあ結局ドライブは1回で、決戦に偏っちゃいすぎましたね。はい、これが、ゾンサガっすね、ゾンビラのサガ2000枚ちょっとかな、北斗無双8500枚、で今上位中なんで、これ閉店まで終わるやつだ、おめでとうございます。ゼリー型4400枚、マクロス3300枚、ゲゲゲがこれ5000枚オーバーって書いてあるね。で隣の台も2700枚だよ。このからくりが今5700枚、おめでとうございます。でバルブレイブはこれ3000枚オーバーか。お疲れ様でございました。ということで、本日は神奈川県にございますビッグパンドライドガヤ店の新館さんで収録をさせていただきましてやってしまいました。まあでも1階のバルブレイブは少しか空いてなかったんで、まあしょうがないかなっていう感じではあるんですけど、まあとりあえず1階のからくりマジで祭りっすね、あれで1台だってレオノール出てて、で見事な綺麗な右肩、地角にも、すげえ綺麗に右肩で、あんなマジでね、ほんまに前夜でほんまに前夜であれ本日なんですけれども、投資が、ジャスト9万ですね、はい、で回収が1732枚ということになりますんで、いやーこの負けです。今月の最終的な収支が出ましたけれども、9月マイナス41万9500円です。万枚2回出したんですよそれで40万負けってすごないマジで信じられないよね。これは答えましたね、今月はマジできつかったですね。特にあの中盤ぐらいから平日全く勝てなくなっちゃって、まあ本当にどうしようもなかったですね。引きが噛み合わなかったというか、うん、バルブレイブが出なかったっていうのは多分敗因ですね。あの今まで勝ててる月はバルブレイブで結構やっぱプラスにできてたんですけど、さすがに無理なぐらい負けちゃいました。まあだから逆に言うと、万枚に1回出したことによって40万で済んだというふうに思うしかないので、はい、いい環境のお店にお邪魔させていただいておりますんで、明日以降また気持ちを切り替えてね、まあ、そんなに悪い流れも続くもんじゃないんで、なんとか頑張っていこうかなというふうに思います。そんな私のスケジュール、そしてイドラクチャンネルのスケジュールをぜひご確認いただいて遊びに来ていただければ幸いでございますということで今回は以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。